電車や新幹線などの鉄道技術は、通勤、通学など日本のビジネスシーンや観光事業などにおいて切っても切り離せない関係にありますよね。出張に行ったり旅行を楽しんだりするときには必ず何かしらの鉄道を利用します。時代が流れるにつれて鉄道の性能はどんどん進歩していますが、そんな日本の誇る鉄道技術は現在世界に向けて進出しようとしています。実際に日本が受注したプロジェクトが2015年のインドでの高速鉄道プロジェクトです。このプロジェクトではインドの一大都市であるムンバイからアーメダバードまでの508キロもの距離を走る高速鉄道の建設業務や日本の鉄道輸出が行われました。日本の鉄道技術があるなら当然じゃないかと思うかもしれませんが、実はこの受注には日本の並々ならぬ努力があったようです。一体どんなことがあったのでしょうか。今回は日本がインドへの鉄道輸出を決めるまでに起こったドラマをご紹介しましょう。協力難航？日本によるインドの高速鉄道建設計画。インドといえば人口世界第2位の国として有名ですが、その中でもムンバイの人口は1200万人であり、これは東京23区と横浜市の人口をちょうど合わせたくらいになります。またアーメダバーは580万人であり、これは千葉県の総人口とほぼ同じです。そんな場所に高速鉄道を建設するわけですから、規模の大きなプロジェクトだということがわかります。これまでのインドの鉄道でも行き来することができましたが、片道8時間もかかってしまい、お世辞にも利便性がいいとは言えませんでした。しかし高速鉄道の導入によって所要時間が大幅に短縮できることから、現地の人々からも大変喜ばれたようです。しかしこのプロジェクトに名乗り出たのは日本だけではなく、フランスもその候補に上がっていました。そもそもこのプロジェクトは当初日本ではなくフランスの会社が事業化調査を行っていたため、フランスが受注するだろうと予想されていました。高速鉄道の開通には土地に合った鉄道を選んだり運賃を検討したりするための事業化調査が欠かせません。計画前の調査をフランスが引き受けていたにもかかわらず、なぜ日本が受け持つことになったのでしょうか。インドでは主に踏切事故や列車の脱線といった鉄道事故によって年間数万人もの人々が亡くなっており、社会問題になっているそうです。そのため発注先には安全性能を重視して選ぶ必要がありました。フランスの提案では高速鉄道 TGV のように都市間では専用線、都市付近では在来線の線路に乗り入れるというものでした。この提案の利点は、途中にある人口の多い都市に停車することでこまめに乗客を乗せることができるから利用客の増加を目指せます。しかし在来線に乗り入れる際、その所要時間や安全性に不安がありました。同じ線路を使用するため、ダイヤ管理を少しでも間違えると衝突事故の発生があり得るのです。これに対し日本はインドに対して鉄道とは全く別の専用軌道を走る新幹線の方式を提案しました。もし在来線のダイヤが乱れても高速鉄道に影響がなく、何より事故のリスクが少ないことがメリットとしてあります。また資金調達に関しても日本はフランスよりも優位に立ちました。それは事業にかかる費用の8割である9800億ルピー、日本円でいうと1兆8000億円を円借款による低利融資で補助できることをアピールしたのです。これらの影響によってフランスは苦戦したため、インドは最終的に日本と手を取ることになりました。インドの高速鉄道建設工事は当初2023年に完成する予定でしたが、その通りに開通することは難しいのだとか。ただ完成すればおよそ500キロにあるムンバイからアーメダバードまで2時間くらいで行き来できるようになります。また日本企業が行っているのは建設作業だけではなく、本格的な運行が始まったとしても現地のスタッフのみで対応できるようにと、現地のスタッフに建設技術の教育も行っているようです。安全性能も所要時間もクリアできたインドの新幹線開発、日本にとっても完成が待ち遠しいプロジェクトですね。それでは今回の件について世界中から様々なコメントが寄せられていますので、その一部を紹介しましょう。世界の反応。
ムンバイから遠くにいる人たちは新幹線ができれば今よりも簡単に会えるようになるね。現地の人たちは今か今かと待ち遠しいだろうな。新幹線が開通したらビジネスチャンスも広がるだろう。インドは人口2番目の大国だから経済が一気に加速しそうだね。受注からかなり経ってるのにまだ開通していないんだね。土地の問題や牛との衝突を防ぐために線路を高架化したり、問題が山積みらしいね。安全性や走行性能が考えられているだけでなく、資金調達も賄っているなんて至れり尽くせりじゃないか。どんな新幹線ができるか楽しみだね。日本製の鉄道を選んだインドは賢い選択をしたね。片道8時間もかかるところが2時間にまで短縮されるし、その上安全も保障されるなんて、俺の国にも作ってほしいよ。以上が海外の反応です。海外での新幹線方式採用事例は2007年に開業した台湾に続いて2例目となりますが、実は台湾の高速鉄道受注の際にも様々なドラマがありました。台湾での新幹線開業は当初ドイツやフランスといったヨーロッパの企業連合の受注が確実視されていました。しかし彼らが優先交渉権を獲得した直後、ドイツの高速鉄道の不具合により脱線転覆し、101名の大事故が起こってしまいました。また1999年に台湾大地震が発生したことで、地震をほとんど経験したことのない欧州の鉄道システムと比較して、自然災害に対する経験が豊富な日本の新幹線の評価が高まったため、日本が交渉権を手に入れたのです。日本の技術力があっても世界には多くの鉄道技術が存在するため、鉄道開発の権利を受け取ることは一筋縄ではいかないようですね。インドとインドネシアの新規鉄道開発から見る日本と中国の二国間格差。インドの受注に日本が進出している中、インド国内で動きを見せていたのが中国です。中国はインド国内に鉄道大学を設立し、鉄道の製造や整備に関するノウハウを提供していました。インドには今回のムンバイ、アーメダバード以外にも複数の高速鉄道計画があります。日本が受注したプロジェクトよりもずっと長い全長1750キロなどの鉄道開発に関する事業化調査を行っているのは中国です。インドがこれからどのような動きを見せるかによりますが、もし日本が今回の一路線のみにとどまるようなことがあれば、この鉄道事業における勝負は中国に軍配が上がることでしょう。ちなみに日本はこれ以外にも中国に鉄道事業で敗北しています。それがインドネシアの高速鉄道計画です。インドネシアでは2011年に計画が発足し、日本はその何年も前から鉄道工事のために現地調査を行っていたため、受注も日本が行うことが確率だと見られていました。しかしここで登場したのが中国です。日本よりも有利な条件での資金調達や予算縮小、工期短縮と日本を上回る案を提示してきたのです。これによってインドネシアは日本とではなく中国と契約を結ぶことになります。しかし中国を選んだインドネシアは開始段階の書類不備によって着工が予定より1年も延期となりました。さらに日本よりも安くできるという主張だったにもかかわらず、予算は結果的に大幅に上回ることに。インドネシア政府はこれ以上中国に任せておけないと日本に対して協力要請を依頼しましたが、時すでに遅し。日本と中国では工程が全く異なるため、日本の参入は実現しないでしょう。それでは今回の件について世界中から様々なコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介しましょう。世界の反応。受注先を間違えてしまったせいで、インドとインドネシアそれぞれの鉄道計画の明暗がくっきり分かれてしまったな。インドネシアは完全にパートナーを間違ったな。どう考えても安さより安全性を重視すべきだったと思うよ。安物買いの銭失いとはまさにこのことだね。日本の鉄道の凄さは何も車両そのものだけじゃない。効率的なダイヤ編成の技術もすごい。世界最高の精密かつ正確な技術が隠されているからね。日本と中国なら間違いなく日本に鉄道開発をお願いするね。コストが少しかかっても安全性が段違いなんだから。日本だけでなく
ドイツやフランスなど世界に誇れる技術がどんどん広まっていくことはいいこと。ただ安全性を考慮すると中国だけはごめんだね。以上が海外の反応です。新幹線は日本でしか使われることを想定しておらず、高速鉄道の国際規格と異なるため他の国に導入しづらい点があります。また在来線と線路が違うのも日本の新幹線の特徴で、これは安全ではありますが、その分線路を作らなければならないためコストが高くなってしまうという問題があります。今後もインフラ整備が必要となる発展途上国への輸出を目指すのであれば、コストを抑える工夫も必要になりそうです。しかし日本の鉄道が世界から高い評価を受けているのも事実です。日本が初めて鉄道技術を海外へ輸出した台湾では、新幹線をアレンジした車両が主要都市は走っていますが、これによって以前まで4時間かかっていた道のりがわずか1時間半にまで短縮されました。さらに今後はアメリカ、テキサス州に高速鉄道が輸出される計画も出ています。日本では一般的な電車や新幹線ですが、世界に誇れる技術だということがわかりますね。いかがでしたでしょうか。皆さんはインドだけでなく世界に進出しようとしている日本の鉄道技術についてどう思いましたか。感想をお聞かせください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。